ウィンストン・レオナルド・アブレイ・ソレールは、ドミニカ共和国産チェス・ラミレス州、コツイ出身のプロ野球選手、宇ト右ミギウ九1993年7月2日、当時16歳で、アトランタ・ブレイブスと契約する。翌1994年からは、マイナーリーグで、主に先発投手として、試合に出場し、1996年までの3年間で38試合に、 登板するも、1997年は、右ヒーチ人ん帯のトミーチョン手術を受けたため、全休する。1998年に復帰し、2000年には初めて、ダブル A や、トリプル A を経験したが試合に出ることすら、ままならず、2001年もダブル A で34試合に、投げ、防御率4.64と今一つの数字に終わった。また、 2000年頃からリリーフとしての登板が中心になった。長年ブレイブスの参加でプレーしていたが、2001年9月にトレードでサンディエゴパドレスへと移籍。ここから所属チームが流動的になる。2002年3月19日に早くもトレードでシカゴカブスへと移籍すると、4月30日には解雇され、今度は5月9日にカンザスシティロイヤルズと契約した。 さらにシーズン終了後にはフリーエージェントとなり11月にニューヨークヤンキースと契約する。そして2003年のスプリングトレーニングをヤンキースで迎えたが3月21日に解雇され結局この年のシーズンは浪人することになる。翌2004年に1月12日にロサンゼルスドジャースと契約して9回復帰を果たすとその後アリゾナダイヤモンドバックス。 メキシカンリーグなどを経て2005年12月20日、ボルチモアオリオールズと契約する。ちなみに2005年のシーズンから完全にリリーフに専念することになった。2006年のシーズン、トリプル a で自己最高の数字を残していたアブレイユは8月1日についにメジャー初昇格を果たす。そして8月6日、ホームでのニューヨークヤンキース戦で初めてメジャーの マウンドに立った。この時点で29歳、マイナーでの通算登板数は294試合にも上っていた。初めての対戦打者はアレックス・ロドリゲスで見逃し三振に打ち取った。この年は最初の4試合で6.1回を無失点に抑えるなど力投していたが、その後の3登板で10失点を喫するなど、シーズンでは防御率10.13に終わった。 シーズン終了後の10月16日にフリーエージェントになり、その後アシントンナショナルズとマイナー契約を交わす。迎えた2007年は5月8日にメジャーのマウンドに初めて立ち、最初の11試合に投げた時点では防御率2.31を記録していたが、5月の終盤から6月にかけて調子を崩し、マイナーへと降格。その後、 ロースターの拡大に伴って9月にメジャーに復帰し7試合に登板。シーズンでは前年を大幅に上回る26試合に登板した。また、この年はトリプル a でも37試合で防御率1.20、ホイップ0.84と高騰した。2007年10月11日フリーエージェントとなり来日することになる。2008年 推定年俸4600万円の1年契約で、千葉ロッテマリーンズでプレーすることが決定。千葉マリンスタジアムでの当番時テーマ曲は、ジェロの海行きであった。シーズン序盤こそ1軍に定着し中継ぎである、程度活躍したものの、5月に右肘痛により戦線離脱。6月6日に右肘の手術を受けると、それ以降は1軍、2軍ともにマウンドに上がることができず、 不本意な結果となってしまった。その後、12月2日に自由契約公示された。2009年2月6日、タンパベイレーズにマイナー契約で入団し、6月14日のコロラドロッキーズ戦でおよそ2年ぶりにメジャーのマウンドに立つが、レーズでは2試合に投げただけで7月2日にクリーブランドインディアンスにトレードされる。ところが、 インディアンスでも3試合に投げただけで8月1日に解雇され、その5日後の8月6日に、レイズと契約。思わぬ形でフルスに復帰することになった。結局その後メジャーで投げる機会はなく、シーズンでは5試合当番に終わったが、トリプル A 級では37試合で、防御率1.94、ホイップ0.77など安定した働きを見せていたこともあり、シーズン終了後に、 レイズと契約を延長した。2010年は、トリプル A 級でこそ51試合で、防御率2.28、ホイップ1.01を記録するなど2年続けて、結果を残したものの、メジャーでの登板機会には恵まれず、シーズン終了後にフリーエージェントとなった。その後、11月29日に、トロントブルージーズとマイナー契約を結ぶ2011年、 ブルージェイズのスプリングトレーニングに参加。メジャーに昇格することはなく、トリプル a 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレーした。2012年はメキシカンリーグメキシコシティレッドデビルズでプレー。2013年メキシカンリーグのシューダーデルカルメンドルフィンズとベラクルスレッドイーグルスでプレーしていたが、5月7日にアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約した。 2014年もブルーフィッシュでプレー。2015年はアメリカンアソシエーションのジョプリン・ブレイスターズと契約。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年もジョプリン・ブレイスターズでプレーするが、6月24日にメキシカンリーグのメキシコシキレット・デビルズと契約。8月20日にアメリカンアソシエーションのウィニペグ・ゴールド・アイズと契約。 2017年4月20日にアメリカンアソシエーションのクリバーン・レール・ローダーズと契約。10月30日に放出された。2019年1月15日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2020年もロイヤルズとマイナー契約を結んだが、新型コロナウイルス感染症の影響でシーズン中止となり、プレーすることなく自由契約となった。 最速時速 150km オーバーのストレートが最大の武器で投球の大半を占める。変化球はスライダーチェンジアップを投げる。高校時代にはボクシングの経験もある。ありがとうございます。